飯を食べて、エレベーターを待っていたところ、僕と歌かと青ちゃんがエレベーターを待っていたところ、一人の女性が現れました。そして歌かにこう言ったのです。頑張ってください、お米選手と言ったのです。マジか。僕はその時思いました。ほんまか。